こんにちは、のぶです。今日はですね、この写真を見ながらジャイブの解説をしていきたいと思います。このジャイブね、まあ多分アマチュアの選手ですね。でこの人はね、どうすればこの上のステージに上がれるか、ね、今多分普通にやってジャイブうまいねって言われてると思うんですよ。まあ、このぐらいのレベルでちゃんとできてればね、セールの引き組みもいいしさ、って感じで、まあ、してもちょっと前に出てるしさ、多分この後にクッともうちょっと前に出そうな気がするんだよね。かなりうまいんですよ。でもこうじゃなくて、そのステージ、このね、上のステージに行ってさ、うわすげえな、かっこいいですね、憧れますねって言われる存在になる、まあなっても別にならなくてもいいんだけどもね、今のより自分が進化したじゃない、すげえね、うまいですねって言われたのがすごいですねって言われるね、言葉のさ、こうステージアップみたいなのもあるんだけど、どうしたらいいのかということ、これをねちょっとお話ししていきたいと思います。これね、変えるとこっていうのはそんなに難しくないんですよ。いくつも変えるところってないですね、この辺まで来ると。でこれ言っちゃうと、これただ単にね、これ内傾がちょっと弱いんですね。これ内傾強まんないし、どう考えても。これなぜかというと物理的な問題、技術的な形の問題ね。マストデを簡単に言っちゃうと、マストデを今のこの位置からこの位置に持ってくんだよね。なんか多分2グリップかな、うまくなったら3グリップぐらい、こっちマストで花ここに持ってくるんですよ。今マストで近すぎだから、これだとね、物理的に手が伸びちゃったらさ、内径取れないわけよ、ね、そうするとこのブーム手もここを持てるようなんだよね。そうよくね、持てないんですねっていう人はなぜかというと、このねマストでがね、マストに近すぎる。だから体はね、一生懸命内側にやってるんだけど、まあ物理的な限界が絶対に出るわけね。これマストデを2グリップ3グリップ離すことによって内傾っていうのはめちゃくちゃ強まるわけよ。そうすると必然的にこの頭の位置も同じように全部がこう内傾に移動するわけね。ほら全部内傾に移動してるでしょ。ただ単にこれだけ、この下をこれだけやるだけでめちゃくちゃジャブのキレが良くなる。だって内傾強くなるからね。でボードもコントロール、最後までレールをコントロールすることができる。多分この内傾だとランニングを超えたあたりでボードのコントロールができなくなって、足を返してフラットでクォーターね、逆タックのクォーターよりもちょっと深いぐらいのクォーターで走り出して、そこからギューッと板を風上に持ってくるってね、180度回転するんだって、クォーターからクォーターに乗っけるっていうジャイブなんですね。でここから、どうやって上手くなるかというと、今言ったマストでのグリップを2グリップ3グリップ離してくださいと。もうこれだけ、単純にこれだけ、これだけで内傾が強まるからということなんですね。これができると本当に変わります。うん、変わるね。うん、変わってみましょうということです。今回ね、ちょっと短いけどね、これをパッと見てね、こんな風に思いました。でこういうね、ワンポイントだけで本当に激変するんですよ。これはね、みんなに知ってほしいんですよね。うん、だからまあ私にね、こう自分の写真をね、1枚の写真、ジャブの写真送ってくれればね、私がアドバイスします。今のようにね、マストのグリップ、じゃあ2グリップね、離して持ってください。これだけであなたが変われるんだよね。たった一言ですよ。だからどんどん送ってくださいってことね。うん、まあメンバーさんに限っちゃうけどね、メンバーさんじゃない人にさ、いっぱい送ってもらってもさ、それって対応できないからね。うん、まあ、メンバーさんはね、どんどん送ってください。でメンバーさんじゃない人はね、できればね、どうだろうな、うん、そうだな、うん、メンバーに入ってくれるのが一番いいのかな。そうじゃないとなかなかね、答えられないよね、人数が多くなっちゃうと。うん、ということですね。